セーサレービチ、セーサレービチは、フランスで建造されたロシア帝国の前、土球戦艦である。艦名、セーサレービチは、ロシア皇帝の世襲皇太子の称号。本級の計画直前、大日本帝国海軍が、相次いで十二インチ砲戦艦を購入していたことから、ロシア帝国海軍は、対抗策を必要としていた。太平洋艦隊向けに建造した十インチ砲戦艦。 ペレスベート級では力不足との判断から1898年にロシア海軍発の12インチ砲を持つ新型戦艦2隻が外国に発注された。これがアメリカのクランプ造船所ウィリアム・クランプ・アンド・サンズで建造されたレトビザントフランスのラ・セーヌ造船所で建造された本館である。設計者はフランスの造船士官アントワーヌ・ジャン・アマブル・ラガヌである。 セーサレービーチは、ボロジノ級戦艦の原型となった。本級の船体形状は還元の高い、朝鮮首労型船体であるが、同時期のフランス戦艦と同じく水戦部から、上部は強く引き絞られた特徴的なタンブルホーム型船体となっている。これは、水戦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、 同時期のドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦などに多く採用された関係出る。外見上の特徴として、推薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも推薦武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、推薦面から艦艦に上るに従って、艦艦面積は小さくなる傾向にある。これは、 原則に排された微法の社会を船体で狭めずに、広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。推薦下に、 昇格、ラムを持つ垂直に切り立った艦守から艦手甲板上に円筒形の 30.5cm 連装手砲塔が一気、その背後に司令塔を組み込んだ環境からミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとはマストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは 当時は、水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために、遠くまで見張らせる高所に、大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦に多く用いられた様式であった。本艦のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した円筒状となっており、上部に見張り台が設けられた。全部ミリタリーマストの背後には、 断面図が小半径の煙突が二本立ち、その間と二番煙突のコブは関西低置き場となっており、有字状のガントリークレーンにより、複方塔を避けて水面に上げ下ろしされた。本艦の原則艦板は存在せず、連装式の15.2センチメートル複方向は、前後環境の側面部に一機ずつと、船体中央部の張り出し部に一機ずつで、片原三機系六機が配置された。 関西艇置き場の後部には、後部ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部甲板上に 30.5cm 連装手法等が後ろ向きに1機配置された。耐水雷艇迎撃用の 7.5cm 速射砲は、艦首に側面に1機ずつ、船体中央部に4機ずつ、艦尾側に2機ずつと煙突の側面に2機ずつと、後部環境の側面に1機ずつの片減10機で、 計20機を配置した。この配置により、監守備線方向に最大 30.5cm 二2ン 15.2cm 砲8門が試行でき、左右方向には最大 30.5cm ー4ル 15.2cm 五6ン 7.5cm ル10門が試行でき強力な火力を誇っていた。手法は前球に引き続き、 パターン 189530.5cm40 口径砲を採用した。その性能は 331.7kg の砲弾を行角15度で 14,640m まで到達させ、射程 5490m で 201mm の減速走行を貫通できた。この砲をロシア国産の新設計の連装砲塔に収め、 砲弾は一機ごとに140発を弾薬庫に収めた。砲塔の不要能力は、行角15度、不覚5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、 毎分一発の設計であったが、平時は3分に2発の発射が可能であった。複砲には、パターン 1890-25.2cm45 口径速射砲を採用した。その性能は 41.4kg の砲弾を、行角20度で 11520m まで届かせられ、射程 5490m で 43mm の装甲を貫通できた。 この砲を新設計の連装砲塔に収め、砲弾は砲塔一機ごとに四百発を弾薬庫に収めた。不要能力は、行角二十度、不角五度である。旋回角度は百三十五度の旋回角度を持つ、主砲神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分三発の設計であった。 他に、耐水来艇迎撃用に、フランスのカネーシャの 7.5cm 砲を、ライセンス生産したパターン1 8 9チ7 5 c m 50口径速射砲を採用した。その性能は 4.9kg の砲弾を、行角20度で 7869m まで届かせられた。この砲を単装砲画で、戦隊原則ケースメート砲角部に配置した。 不要能力は、行角20度、深く15度である。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分12発であった。他に近接戦闘用に、フランスのオチキス車の4.7センチメートル砲を、ライセンス生産した。 パターン 18734.7cm 43.5口径速射砲を採用した。その性能は 1.5kg の砲弾を行角10度で 4575m まで届かせられた。この砲を単装砲がで20機を搭載し、うち4機は関西艇の武装として別個に配置した。不要能力は行角25度、深く23度である。 方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分50発であった。その他にマキシム7.62センチメートル機関銃を、前後ミリタリーマスト上のミハリショニに長ずつ、計4丁、対艦攻撃用に38.1センチメートル、水上魚雷発射管を単装で艦首と艦尾に2機、同水中魚雷発射管を手法等側面部に、 片言一機ずつ、計二機装備した。本級の間室配置には特色があり、ベルビール式水管管2 0気を全部間室と、後部間室が水密隔壁で2分されており、間室は前後に2室あり、1室あたり、ボイラー5機を並列に配置して2室につき煙突1が担当していた。このため、煙突は全部間室の真上に1本。 後部間室が1本で2本煙突であった。推進機関は直立型の3段膨張式4気筒レシプロ機関を重角壁で片元1機ずつ計2機二軸推進で最大出力16500馬力で最大速力16.78ノットを12時間にわたって継続発揮した。燃料の石炭を常備800トン満載で1350トン搭載でき、 万歳時20ノットで5500海里の航続能力を得た。ロシア海軍へ編入されたのは1903年。日露戦争では、旅順港を拠点とする太平洋艦隊、後に第一太平洋艦隊へ、海上に所属した。海戦直後の1904年2月9日の旅順口、攻撃では、日本海軍駆逐隊の魚雷攻撃により、ひかみなりした。機関だった。 ペトロパブルフスクが日本側の嫌いに触れて沈没した後は機関を務めた。8月10日の公開回戦では岩の副艦長の指揮下ビトゲフト提督の機関として出撃したが日本艦隊から 30.5cm 砲弾13発および 20.3cm 砲弾2発を受ける。午後6時過ぎに命中した砲弾は全部艦板中央部に命中して司令塔を破壊し、 ビトゲフとテ督トクなどが戦死。続いて午後6時37分に司令塔に命中弾があり、艦長などが死傷。またこの被弾で、鳥火事の状態にしたままで総舵手が戦死し、チェーサレエビチは左へ曲がっていった。この結果ロシア艦隊の艦列は、乱れ壊滅の危機に陥ったが、戦艦、レトビザンが突進して、日本艦隊の砲火を引きつけた暇に、ロシア艦隊は逃走した。 聖サレービチでも意識を取り戻した士官らによって、約25分後には、そうが可能となった。聖サレービチも、旅順へ向かう艦隊の後を追ったが損傷のため、取り残され、そのため艦の指揮を取っていた副長周も府中佐は、ウラジオストクへ向かおうとした。夜間日本軍の水雷艇による攻撃を受けたが、撃退し、復帰した艦長を岩の二大佐は、 ウラジオストク到達は不可だと判断して、チンタウへと向かい、8月11日午後に到着した。セサレイビジは同じくチンタウに入港していた、駆逐艦と共に、同地で武装解除された。戦後に、本艦はロシアに返還され、バルト海艦隊所属となったが、当機には地中海で任務に就いた。このため、1908年12月に、 スラバを伴って、イタリアのシチリア地震、メッシーナ地震へのジョブシ輸送任務に就いた。本回は、バルト海で第一次世界大戦に参加。1917年のロシア革命後、市民という意味のグラジュダニーンに解消された。同年10月17日に、バルト海で、ドイツ海軍の土球戦艦 K2 飛球、K2 飛、クロンプリンツと交戦、勝破するも撤退に成功した。 第二次リガーアン工房戦。1918年5月にクロンシュタットでハルクに監守変更され、1922年に除籍後1924年から1925年にかけて解体処分された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。